ああ、これ汚ねえわ、まだ水。じゃあ、ロータリースイッチを入れると、攪拌に入って、下タンクと上タンクの間で、泥のやり取りがあって、綺麗になりますね。なるのかな？それでこいつが今度は排水に行きます。そうするとあそこから出てくるわけですね。でここの汚い水をドコドコっと排水するわけですな。で、露材が流れ出る場合はここら辺で止めるというのが筋でしょうね。今度はこの6つの穴からちゃんとみんな水が抜け出てますね。さっきは泥が詰まって抜け出なくなってたから、まずかったんですね。もうちょっとじゃあ水入れてやるか。まあよく来てもらってた小屋さんはこうやってたんでしょうね。ちょっと斜めなんだろうな。こっち側に水が溜まりますよね。こっち側に水が溜まってますね。どう考えてもこいつが詰まってるんだろうな。ここも詰まってますよね。おお、すげえ。レンジ水かかっちゃった。おお、きれいな水だけしか出ていかないですね。あ、随分いいかな。ほら、きれいだ、水が。ああ、ろう材が出てきてる。これは初めて見ましたね、ろう材が出てきてるところは。あれやっちゃダメなのか。へえ、面白い。
そうか、上からやったからか、露台出たのは。前に何回か出たことがあるんですよね。はい、それではここで今、今度はもう一回回します。これね、この状態になると、下にここのところの ここなんか詰まってる。木の枝が詰まってる。これはまずいぞ。えい、木の枝出てこい。木の枝が詰まってますよ、旦那。誰だよ旦那って。おいしょ、これは大変だ。どうすればいいんだ。やっぱここを外さないとダメか、ネジを。面倒っち、なんとかしてよ。うーちょ、あ、なくなったかな。水が漏れてこなきゃいいよね。いいな、これでいいことでしょ。めんどくさいっけ。どうせ夜は止めてるんでいいでしょうね。よいしょ。で、今上に水が流れてきて回り出してますね。よし、この青い青藻は、青いも青藻は紫外線ライトでね、